麻生太郎副首相兼財務省が韓国大乗委員の元徴用匠賠償判決と関連し、韓国に対する経済制裁の可能性に言及した。麻生大臣は10日発売の月刊誌、文芸春秋2020年1月号とのインタビューで、厳しい例をあえて言えばとした上で、万が一、 韓国側が徴用匠判決で差し押さえしている民間企業の資産の現金化などを実行したら、こちらとしては韓国との貿易を再検討し金融制裁に踏み切るなど、やり方はいろいろあると述べた。最大の懸案は韓国との関係とした麻生大臣は、問題は、韓国という国そのものよりも、 国際法をはじめろにし続ける文字イン政権の姿勢とし、1965年の日韓請求権協定で、日本は韓国に対して無償3億ドル優勝2億ドルの経済支援を行った。その結果、韓への奇跡と呼ばれる韓国の経済発展につながったわけだ。それを今更、なかったことにすると言われたら、 ちょっと待ってくれと言うしかないと述べた。